アイテム番号。SCP-616JP。オブジェクトクラス。ユークリッド・ニュートラライズド。特別収容プロトコル。現在、SCP-616JP はサイト81の標準的人型実体居住セルに収容されています。SCP-616JP は、表向きにはレベル0スタッフとして財団に雇用されており、重要度の低い事務作業にのみ割り当てられます。担当職員は健康診断と偽り、定期的に SCP-616JP の異常特性について再評価を行ってください。細分類以前の特別収容プロトコルについては、別紙 616JP-A を参照してください。説明。SCP-616JP は、として知られていた2、都市の一般的な日本人女性です。SCP-616JP の異常性は、周囲の人間に対して不定期に発揮される精神作用特性を持つ点です。この精神作用の影響を受けた人間括弧以下、SCP-616JP-A 括弧閉じは、ここは SCP-616JP の夢の中である、と瞬時に思い込みます。この思い込みに起因する、SCP-616JP が夢から覚めれば、夢の中の自分は消えてしまう、という SCP-616JP-A に共通した恐怖、不安感を理由に、SCP-616JP の覚醒を妨げるため、と称して以下のような行動をとります。SCP-616JP が望んでいると思ったことを叶える、欲していると思ったものを与える。SCP-616JP の怪我につながる可能性がある要因を取り除く。SCP-616JP に敵対する存在を可能な限り排除する。約9割の SCP-616JP-A からは、記憶処理によって容易に精神作用の影響を取り除くことが可能です。また、個体差はあるものの、記憶処理を行わずとも数時間から数ヶ月のうちに精神作用の影響は消失します。一方で記憶処理に対して一定の耐性を示す個体も存在し、他の SCP-616JP-A 以上に、この世界は SCP-616JP の見ている夢である、と盲信的に思い込み、SCP-616JP に対するストーキング行為への発展、SCP-616JP-A 自身の実生活の崩壊などを招きます。また、精神作用特性が発揮される条件、スパンに加え、正確な有効範囲は現在まで不明なままです。大抵の場合、異常特性は SCP-616JP から数メートルの範囲にいる人物に対して発揮されますが、観測上1キロメートルほど離れた地点の人物に対して発揮されたケースも存在しています。なお、精神作用の影響を受けやすい人物の特徴として、その人物が、SCP-616JP の願望を叶えられる状況、立場にいる人物、である傾向が多く見られます。SCP-616JP は1900年、月、日、京都府、区、で発生した警察官括弧以下。SCP-616JP-A、1括弧閉じの異常行動を調査した際に発見、確保されました。当時、SCP-616JP-A-1 は SCP-616JP のストーカー被害に申請の対応時に精神作用の影響を受け、自身の上司に SCP-616JP に対する身辺警護を実施すべきである、と直談判を行いました。結果として、その異常行動が潜入エージェントの目に留まり、SCP-616JP の発見につながりました。なお、収容後の SCP-616JP に対するインタビューより、SCP-616JP は自身の異常特性について認識していないことが判明しています。ほい。以下はインタビュー記録のない、注目すべき内容の抜粋です。インタビュー記録 616JP-A、日付1900年、月、日。対象、SCP-616JP。インタビュアー、博士。不起。標準カバーストーリー。長期入院括弧 C、7括弧閉じ、に基づき。SCP-616JP は自身の収容を病気治療のための長期入院と認識しています。そのため、以下のインタビューも検査後のカウンセリングの一環として行われました。重要度の低い会話のため省略。博士。では、日常生活の中で問題や苦労はあったのかな ?SCP-616JP。多分、問題も苦労も人並み程度には経験してきたと思います。あ、でも私、運が良かったみたいで、そういった意味では他の人よりは苦労が少なかったのかもしれません。博士、ふむ、
運が良かった、というと SCP-616JP。小さなことなんですが、物を落としても必ず優しい人が交番に届けてくれたり、お店の行列に並んでいた時に私の順番まで絶対に商品が残っていたり、そんな小さな幸運が、子供の頃から何度もあったんです。博士。なるほど、それは確かに強運の持ち主だ。SCP-616JP。いえ、そんな、強運なんてほどでは。でもそうですね、受験や就職活動なんかの人生の節目節目で、失敗したと思っていても毎回うまくいっていたり、順調すぎて怖いくらいです。まるで夢みたいで。昇級し、あ、でも、今は病気で入院しているんだから、ちょうどイーブンですよね、美少。博士、イーブンだなんてとんでもない。その持ち前の強運さなら、病気も間違いなく解放へと向かうはずだよ。SCP-616JP。はい、そうですよね。先生、ありがとうございました。博士、いや、こちらこそ、話を聞かせてくれてありがとう。メモ、対話を行う中で、SCP-616JP が現状に対して少なからず不安を抱いているように感じられました。今後、長期的な収容において SCP-616JP 自身の協力姿勢を保つため、必要となれば軽度の記憶処理の適用も視野に入れてください。博士。インタビュー記録 616JP、B、日付1900年、月、日。対象。SCP-616JP、A、28括弧男性49歳括弧歳。インタビュアー、阿久津博士。不機、インタビュー対象である SCP-616JP、A、28は、SCP-616JP 担当責任者の一人である、博士です。1900年、月、日。博士は自身が SCP-616JP の精神作用の影響を受けていることに気づき、サイト管理者へと報告を行いました。以下は、その直後に行われたインタビューの記録です。阿久津博士、インタビューを開始します。よろしいですね、昇級士、SCP-616JP、A、28。SCP-616JP、A、28。構わない、始めてくれ。阿久津博士、まず、精神作用の影響を受けたと気づいた際の状況を説明していただけますか。SCP-616JP、A、28。ああ、気づいたのは SCP-616JP の検査中だった。普段通りに検査を済ませて SCP-616JP と面談をしていたとき、私は SCP-616JP から、病気はいつになったら治るのか、と尋ねられ、それに対して、まだまだ治療には時間がかかる、と答えた。そのやりとりから数分足らずの後だ、私は違和感というか、まるで現実感がない、水の中に浮かんでいるような錯覚に襲われた。そして、その次に頭の中に浮かんだのは、ここは SCP-616JP の夢の中だ、という脈絡もない考えだった。阿久津博士、わかりました。では次に、精神作用の影響を受けて、現在どのような感覚や精神状態にあるのか教えてください。SCP-616JP、A、28。感覚や精神状態、そうだな昇級士、端的に言うなら、私が今感じているのは恐怖や不安だろうか。阿久津博士、恐怖や不安ですか。やはり他の SCP-616JP、A と共通していますね。SCP-616JP、A、28。ああ、今なら少しはあれらの気持ちも理解できる気がする。もし SCP-616JP がつまずいて頭でも打ったなら、その痛みや衝撃で目を覚ましてしまうのではないだろうか。あるいは、もし SCP-616JP が機嫌を損ねれば、何かの拍子に、夢なら覚めて、とでも念じて、夢から覚めてしまうのではないだろうか。そんな馬鹿らしい想像が頭の中から離れないんだ。阿久津博士、仮にですが、可能であればあなたは SCP-616JP に関してどうしたいですか？ SCP-616JP、A、28。8秒間沈黙、SCP-616JP を収容下から、解放したい。いや、もちろん許されることではないのはわかっているし、実行しようとも思わない。だが、本心ではそうしなければならないと感じているのは事実だ。
それも全部、恐怖や不安、それに、哀れみ、そのせいなのだろう。阿久津博士、哀れみ。10秒間沈黙、ああ、過去に同様の報告が203だけありますね。SCP-616JP、A-28、妙な感じだが。かわいそうな SCP-616JP に幸せな夢を見せておいてやりたい。そんな感覚が少しある気もする。昇級し、なあ、君に子供はいるか？阿久津博士、昇級し、いえ、いませんが、なぜです？ SCP-616JP、A-28、なぜだかわからないんだが、その連味。泣きそうな顔で必死に何かをねだる子供のイメージが思い浮かんだもので、5秒間沈黙、ああ、いや、忘れてくれ。単なる気の迷いだろう。以下、重要度の低い内容のため省略。終了報告書。インタビュー終了後、博士自身の申請もあり、博士に対して複数の検査、検証が実施されました。その後、博士には精神作用の無力化を目的とした記憶処理が施され、1ヶ月の経過観察が行われました。現在、博士は職務に復帰しています。事案報告。2000年11月14日。監視下にあったタイの SCP-616JP、A から精神作用の影響が消失しました。精神分析においても、すべての SCP-616JP、A から異常性は診断されず、この世界は SCP-616JP の見ている夢である、などの思い込みやそれに起因する恐怖、不安感なども解消されていることが判明しました。この異常事態を受け、SCP-616JP に対して緊急の検査、検証が実施されましたが、精神的、身体的に普段と変わりなく、異常も確認されませんでした。日前に実施された記憶処理との関係が指摘されていますが、依然として事案要因は明らかになっていません。追記1、2000年11月20日。京都府、市、町で、年間の昏睡状態から奇跡的に回復したことで知られていた、市の自殺事件が発生しました。別件として調査を担当していたエージェント、牧村は、市の遺品の確認作業中、SCP-616JP に関する可能性がある記述を、市の遺書らしき文章から発見。SCP-616JP 担当職員へと報告しました。以下の文章は、市の遺書からの抜粋です。真っ暗な夢の中で、気がつくと私は、ヨンという知らない女の人になっていました。私よりも年上で、背も高くて綺麗なお姉さんでした。お姉さんが見たものを私も見れて、お姉さんが思ったことや考えたことが私にも伝わってくる。だから、お姉さんが喜んだり楽しいと思うと私も楽しくなって、反対にお姉さんが悲しくて泣いちゃうと私も悲しくなりました。悲しいのは嫌。辛いのも、苦しいのも。だからお姉さんには悲しまないでいてほしい。そう念じていたら、誰かがお姉さんを助けてくれて、欲しいものはいつの間にかもらえて、どんな願いも叶いました。だから毎日が夢のように楽しく、嬉しいことばかり。最初はどうなるかわからなくて怖かったのも、いつの間にか私が本当にお姉さんになった気がしてきて、夢から覚めたいと思わなくなっていました。むしろ、ずっと夢の中にいたいくらい。そう思えば思うほど、みんなはお姉さんが助けてくれるようになり、願い事も叶うようになっていました。でも、ある日、お姉さんは病気になってしまい入院することになりました。お姉さんは元気でした。だけど、病院の先生はまだ退院できないと何度も言って、お姉さんを退院させてくれません。何日も、何年もそれが続き、お姉さんは悲しくなって、私も悲しくなりました。だけど、念じても念じてもお姉さんの病気は治らず、いつまでも悲しいままでした。楽しい夢から覚めたくない。日前、お姉さんは先生に怒ってしまいました。だから先生も怒ってお姉さんに注射をしました。目を覚ますとお姉さんはもう怒っていませんでした。でもお姉さんは今までと違って、なんだか様子が変でした。私は悲しいのに、お姉さんは悲しくない。私はまた最初の頃の怖さを思い出しました。だから、私はつい、夢から覚めたいと何度も願ってしまいました。気づいたら、私は目を覚ましていました。だけど、私の目の前には知らないおばあさんとおじいさんがいて、私は知らない人になっていて、事故のせいで私の足はうまく動かせません。目が覚めてもずっと怖いままでした。だからまた夢に戻ろうと何度も頑張りました。
っても、夢はすぐに覚めてしまいます。何度試しても、怖くて、痛くて。それでも、私は夢に戻りたい。それにはきっと、もっと長く夢を見ていなければダメなんだと思いました。だから、ごめんなさい。お母さんの眠れない時に飲むお薬を勝手に持ち出して。でも、今度は少し眠るだけ。きっとすぐに戻るから。だからまた、あの夢に行ってきます。文章の回収後、死について身辺調査が行われましたが、編集済み、SCP-616-JP との関連性を結論付ける証拠は得られませんでした。また、死の遺体は調査開始時すでに火葬されており、精密な検査、検証は実行できませんでした。本件を受け、SCP-616-JP 再評価に関する議論が現在まで続けられています。追記に、SCP-616-JP の異常特性が最後に発揮されてから、年以上の間、新たな SCP-616-JP-A が発生していないことを加味した結果、議論は SCP-616-JP から異常特性が消失したと結論付ける形で決着を迎えました。これにより、2000年11月5日をもって、SCP-616-JP は再分類されました。この再分類に伴い、死を SCP-616-JP 本体または一要素としてナンバリングすべきという提案も、半永久的に凍結されることとなりました。